際には続きやっていこうと思います。あれ、あ、ここもまたキノピオが、ちょどうにかできないもんかね。あ、引っ張る、ぐー、オッケー。キャンプに来ただけなのにオラにされちゃうなんて、おーのーなんだこいつ、なんだこいつ、ペペペペ。でも小になってるから直してあげたいんだけど、無理？無理か。あの、決してね、ストレス解消のためにやったわけではないのでね。あ！バイバイになったって平気、今日はいろんなところで役に立つさ。わあ、これ集合体恐怖症の人注意だよ、ここ。怖っ。あ、またセミが。よし。あ、で、こうセミになってるんでしょうかね。短い石を投げていましたが、元に戻れて一安心です。あ、それは良かった。そうだな。私も未来のことを、いつの日か燃やされたい薪だもの。あ、そう、ハンマーで潰したいぜ、バトルの前によ。敵を並べろ。こうして、こうだね。OK。で、どっちもジャンプか。いきまーす。はい、はい。お、なんかギャラリーがいるんだけど、キノピオ。いや、まだ、これいっぱいになるの？もしかして、キノピオで。これ周りのギャラリー。よし、やったー。え、これちょっと楽しみだな。あ、またキノピオいる。よし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 。キノピオさーん。引っ張る。いた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 。私の時はキリカバンサじゃなくて上です。よし。ここも埋めたろう。ほい。よし。めっちゃキノピオ落ちてんじゃん。引っ張りと思ったらまさかの叩き。いやー、さすがマリオさん。よし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 。あ、君も、あ、ちょっと待って、これ、あ、なんだ、セミかって思ったら、クリボーやった。敵を並べろ。こうして、これさ、どんどん複雑になるんだろうなぁ。よし、行きまーす。よし。よし。あ、グレート！やっぱ難しいなぁ、ハンマー。オッケーでーす。よし、お、いっぱい、あ、キノコもくれた。ありがたや、ありがたや。自然っていいですよね。さ、元気に歩きましょう。いい天気だね。でも今はね、ちょっと梅雨のシーズンだからね、雨降ったりやんだりな、不安定なお天気ですけど、早くカラッと晴れてほしいね。え、こんなもんか、この辺にいるキノピオたち。そうだね。あ、なんかログハウスがあるよ。よし。オッケー。喋る友達が誰もいなくて寂しかったんです。マリオさんのお友達だから X でヒントを聞けるんですね。羨ましいです。なかなかピーチ城にたどり着かないな。いろいろギミックがあって楽しいわ。ここ入っていいのかな？あ！ここに住んでるキノピオはどこか遠くに出かけてしばらく帰らないみたいだよ。そうなの？入ったらダメ？まあ、それそうか、入ったらダメだよな。ちょっと待って。これまたスピーカー落とせないかな？落とせない。あ！落としちゃっていいのかな？あ、ここにもいるじゃん。引っ張る。キノピオさーん。よし、痛い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 。ありがとうございます。しっかり折り目がついちゃって戻りません。叩いてやろうか。
ればいいかな。よし。くそ、埋まんねえ。足りない足りない。はい。まだか。もう一回。ほう。オッケー。修復率が 100% になった。やったー。よし、ちょっとここに100コインからの、あ、でこうやって戻るわけだね。 OK、 じゃあ先行きましょう。夜行食べよう、うまい、キノピオズバーベキューガーデン、薪に天然木 100% しよう。へえ、こうキャンプサイトだったんだ。さあ、ここはキノピオタウン。さあ、街が見えてきたぞ。セブ中、引き続き修復しながらやっていこう。ちゃんとね、修復率 100% になると、あ、なんかめっちゃいるんだけど、ちょ待て待て待て、は OK、 後ろから襲える。あ、ペラペラ発見、ペラペラ捕まえろ。よし、めっちゃなんか束になってんだけど、あれ全部キノピオかな。ウェブバトル。あら、またクリボーなんてちょろいですわね。さっと宇宙図に精通されてジャンプ攻撃しちゃいましょう。あれ、マリオさん何かおかしいです。これリンゴいくら回してもはぐれたクリボーが宇宙図に揃わなくないですか。もう私は目が回ってきちゃった、どうしましょう。何かリング回転とは別のやり方があったような、なかったような。なかったような、ありました。それはスライドですわ。リングを回すんじゃなくて、列を縦にスライドさせちゃう大胆な技ですわ。ほう、リング操作。LR で切り替える。ほう。あ、なるほど。はい、切り替え完了。動かすところがリングから縦の列に変わりました。これがスライドモードですわ。そしたら L スティックで動かす列を選んで A で決定です。スライド。クリボーが一列に並ぶよう L スティックで上下スライドさせて A で決定ですわ。あ、こういうことね。おー、できた。ナイス、スライド。はーい。アクション。OK。ラストウェーブ、まだ来るか。あ、これもスライドだね。はい。そうだね。OK! 横井さん、なんかスライドとなんか組み合わせて出てきそうだよな。リングの回転と。よし、わーい。キノピオもいつかバトルで使ってみたいけど、お金どれぐらい取られるんでしょう。あ、っていうかこれ、クリボーじゃん、みんな。助かった。あいつら俺たちを捕まえてどこかへさらおうとしたんだ。あれ、本当にクリボーなんかやたらカクカクだったな。マリオに助けてもらうなんてクッパ軍団としてはちょっと情けないけど、同じペラペラ同士、これから何かあったらお互い助け合っていこうな。おい、みんな、カクカクがいたら危ないからみんなまとまって帰ろうぜ。このクッパとさ、マリオの関係もちょっと面白いよね。兄はペラペラの人を捕まえてたくさんの折り紙兵を作り出してるみたいですわ。このままじゃあちこち折り紙兵だらけになっちゃいそう。のっぴきならねえな。そりゃよくないよな。で、
ここも修復。はい。OK。上には登れないのか。あ、でもなんか、あ、街が見えてきた。城の跡地も。え、ちょ、待って。え、なんか変なのいるんだけど。何あの奥のやつ。なんか、クリボーが歩いてたんだが。もう一回？オッケー。よし。あ、ここもだ。もう足りないよー。あ、はい。オッケー。おすごい、7000コインになった。あ、今度ここもか。よいしょ。花をね、潰しちゃうのはちょっと心が痛いですが、まあしょうがないね。集めて、集めて。あ、これは？あ、よしよし。紙ペラ。ここで埋められるかな？はい。OK。この辺キノピオいないかな？じゃあ行きますか。さあ戻ってきた。あら？誰もいないみたい。あ、マリオさん、あそこにもスカスカが。もしかして兄上は住んでるこの街でも悪さを。あ、ほら、後ろ後ろ、あれ誰もいないはずなのに誰かいます？あれ？何あれ、あの大きな生き物、紙でできたハリボテみたいな。お家に入れなくて困ってるのかしら。いや、穴開けてんじゃないかな。あ、あー、食べてる。いやー、お家食べてます。嘘でしょ。あのハリボテがあちこちスカスカにしてたの、この食いしん坊。後ろにシールみたいなの貼ってるけど。あら、背中に、頭の上に兄上印のシール。ということで、あのハリボテ、多分兄上の力で動いてるんですわ。あ、そしたら逆にあのシールが弱点なのかも。シールをね、当て叩けば力が弱まってやっつけられるかもしれません。じゃあ、ちょっと叩いてみっか。お、よし！弱くなったかも。いや、痛い痛い痛い！どうすればいいの？怖い怖い。オッケー！やりました！さすがマリオさん！やっぱりハリボテ兵は兄上のシールが弱点でしたわね。よ、覚えておくといいかも。それでこれからどうするんでしたっけ？あ、そうそう、ピーチ城があったところに行くんでしたわね。あそこに見えるのがそうかしら。いかにもお城のもんって感じ。まだ他にはハリボテ兵がいるかもしれないから、めっちゃ見えてるけどな、ハリボテ兵。ちょっとこの辺も埋めてっちゃおうね。BGM が悲しいよー。よし。あ、これ開けられんの？お邪魔ー。調べる。キノピオタウンが大変なことになった。私は家を捨てて逃げることにする。ピーチ姫はご無事だろうか。開ける。お、よし。あ、この家のへそくりだったらすいませんね、ちょっとね。さあ、ちょっと探索しつつね。キノピオタウンを。修復できるところは修復していきましょう。よし。あ、ちょっとセーブもしたいなぁ。セーブ中。オッケー。あ、ここも？あ、これトンネルだ。ちょっとまだ行かないでおこう。よ？あ、ここベンチだよね。なんか、FF7 みたいだな。ベンチで休憩とか。クラウドさんも一人でベンチ座ってましたもんね。よし、オッケー。タウンにハリボテがいるとなんだか気分が落ち着きませんわ。大丈夫、一緒に救おうね。
ここも開けられる。あ、開けられない。あら、鍵がかかってんのかしら。バトル研究所、トレーニング受付中。あ、ここも開くんだ。誰もいなくない？スーパーマリン号、伝説のキャプテンピオが乗っていたとされる古代の潜水艇。へぇ。サウンドギャラリー。あ、そうそう、ここは博物館だよな、きっとな。あ、でもまだ。まあ、鍵かかってるでしょうね、残りの部屋もね。じゃあ出ますか。とりあえず今のところは用がないけど、まあ、コレクト要素ですよね。世界の土管像。ドナテル・ピオ作の土管像。世界に通じる歴史的大傑作。ほう。さて。あ、土管の中入れるね。ここは？武器とアイテムのお店、ショップ。あー、ショップ！あー、でも、無理か。あ、てか結構やっぱ大きいよなぁ。街。よし。痛い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 。後ろ向け、後ろ。あ、こいつ降りてくんのかな？降りてこいよ。お、後ろ向いた。オッケー！オッケー、オッケー、オッケー、すす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 す。あ、ここも綺麗に埋めよう。お邪魔します。あれ？あれ？なんかいるんだけど。なにこれ？なんか見えるんだか。あ、引っ張って。あ！ガボンだっけ？カクカクツの、カクカクツの奴らが襲ってきたか隠れてたんだ。カクカク、カクカクの奴らなぁ。これまだ上登れないか。上にコインあんのになぁ。よし。さて、もう少しで終わりたいところだが。よし、オッケー。ここも、修復して。なんかいたよね、ここ、もう一匹。あ、いた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 。オッケー！来いよ！あと1回。OK！ 慣れればこっちのもんよなーって。あ、噴水も干からびちゃってるよ。セーブして。さあ、ここら辺も探索したいところですが。なんだこれ。見晴らし山に向かったゴンドラが戻ってこない。トラブルでもあったのだろうか。あ、ここゴンドラが通ってるの？おぉ。カフェテリアですね。パ？オッケーで。こっちは多分行けない。もうそのうちなんか橋がかかりそうな感じあるけどな。あ、あ！ちょ、ちょ、無駄なことしちゃった。ここも入れる。なんだここは。あ、はい。あ、ホテルっぽいな。なんかちょっと豪華ですね。開ける。あ、クソお前ずっこいぞ。じゃあちょっと今回ここのバトルやって終わりにしようかな。ちょっと裏でね、あれだね。リンゴソーサー一回、これ、攻撃受けなきゃいけないやつ？ちょっと待って、とりあえず、スライドか？いや、違うな。ちょっと待って。
やばい、ちょ、リングソース、ちょ。はい、あ、びっくりした。あ、よかったよかった。ちょっと、あ、なんだ、時間制限あんのか、これ、リングの操作。よし。ちょっと裏でね、やってこようかな、これ。あの、まだね、ちょっと修復する場所とかたくさんあるし。じゃ次回ちょっとピーチ城に入るとこからやっていこうかなと思います。あ、グレート。よし、オッケー。まあ、気持ち早いんだよね。オッケー。ふぅ。お、よしよしよし。あ、でもどうしよう。せっかくだから全部写したい気持ちもあるな。こう、家の中とかね。見せてない部分もあると思うから。え、これも、あ、これ肖像画か。穴ぼこかって思った。お。あーれ！これ、これ、飛び移れんのか？これ。あ、無理っぽいな。届かない。そのうちなんか空飛んだりとかできるんでしょうか？ほう。無理だね。あ、出るか。よし。あ、で、ここを真ん中か。ちょっとこっち側も、終わると言いながらなかなか終われないのが私なんですが。開ける。お、フィギュアだ！ピンチ城の松明！なんちゅうニッチなお宝フィギュア。じゃあちょっと今回ここまでにしておこう。じゃあ次回ね、どうしようかな。やっぱ家の中とかもちゃんと見せたいし、しっかりやりましょうか、動画でもね。はい、ということで、じゃあ、次回も、キノピオタウンの修復とかね、あとクリボーを倒したりとかね、あの辺をちゃんとやっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。